然入社試験会場に現れた赤い彗星シャーアズナブル。特技のモノマネを披露し見事入社に成功。果たしてその後はどうなったのか。あのこの間入った社、あいつはちゃんと働いとるんか、あれ大丈夫か、あいつは。いやー頑張ってるんですけど無駄な動きが多くて。どういうことよそれ。ああ忙しい忙しい。これが確か重要書類。あ、おはようございます。確かこれをコピー。コピーな、頼むよ、コピー頼むよ。なんだこの書類は。どうした。ガンダムのキャラクターが書いてある。これはまさかガンダムシードの主人公キラヤマトではないのか。彼の意思が私に入った。うわっ、むちゃくちゃだ。こんな OS でこれだけの機体を動かそうなんて、どいてください。ケーブレーションといつ、ダイモンプトボイトの CPG をさせて、なら技術と文章ポップに制御文字に直結、システムオンライン、分数作品と、あすげえ。なんで僕の、だったか、うの。なんなんだ。これは、ドスルサビ中将が、あ、彼の意思が私に、ビール様が量産の暁には鉄砲を蹴散らしてくれるわ。やらせません、やらせませんだ。コピー頼んでんねんけど。これはまさかガンダム0083からあのソロモンの悪夢アナベルガトーだと。再びジオンの理想を掲げるために、星の屑上場のために、そのもんよ、私は帰ってきたわ。これは二枚綴り。どうしました。まさかあのゲームメタルギアソリッドのスネーク。いいか男、待たせたな。 C3 爆弾を奥の部屋に置いてやる。それは、あ、なんでガンダムじゃない作品が。まさかやつかな。シャアズナブル、君はコピーを取るんじゃなかったのか。あ、そうだった、はあ、忙しかった。終わりました。終わりました。社長、そろそろ空気を読んでいただいて赤のスーツを脱いでいただけないか。なんでやねん。なんでそんなことせなあかんねん。そりゃあそうだろう、目がチカチカする。いや、お前言われたないわ。確かにね、赤といえば私だ。赤といえば社長、三つ国、わしやい。ならばどちらが赤にふさわしいか、ここで三つ国社長勝負といこうではないか。ということで赤争奪戦三本勝負、初戦は赤いモノマネ対決。まずは社長から赤にまつわるモノマネでお願いします。見せてもらおう。私がするモノマネはこちらだ。え、こちらだ。え、嘘、不安。なんでやろうな。ええ、社長じゃないの。社長、もう一度頼もう。アリさん、なんて言ったんだ。アリさんって言った。アリさん、アリさん、アリさん。なんで大きくなったんですかじゃん。なんで怒るやろ。なんでやろうな。おー、正解です。や、似てる、やっぱ似てたんやな。では高校の私だ、私はこういったパネルは使わないぞ。私はこれをやろうと。これだ、みんな好きだろうな、これのこれだ。よくやった若い海兵、たった数秒で世界を大きく動かした。この戦争を終わらせに来た。以上だ。全然分からへんわ。なんでやろな。見比べたらちょっと。この勝負、社長の勝ち。待て待て、どういうことだ。ルフィの赤髪のシャンクスだぞ。同じ声だ。あ、それを分かってくれないとな。赤争奪戦三本勝負、続いては赤っ端を書いた体験談で対決。どっちが恥ずかしいかで勝負します。なるほど、どっちが恥ずかしい。赤い端ね、はい、ちょっと自分の中ですごいあの恥ずかしいなっていうのちょっと話があるんですけど、うん、あの本物のシャアの声優さん池田秀一さんと
初めて会う機会があったんですね。だから池田さんが、ああ君か、知ってるよ、今日はね、シャアがね、お前を見に来てるよって言うんですよね。あれおかしいなぁ思って、まあまあいいや。で、まあトーク中の出番とかあったりして、自分もネタやらせてもらって、すごい大演談で終わったんですよ。いやよかったよ、シャアがね、笑ってたよって言うんですね。あ、多分あの、まあすごい池田秀一さんというのは役者やから、シャアというのは別人格でこうやって用意してはんねんな。あ、なるほどな、だからシャアが見てくれてるのありがたいなって思いながら、まあ東京の新宿ですね、新宿に帰った時に、池田さんがね、これからね、あの沼地飲みに行くんだけど行くかいって言うたんですよ。このね、ちょっとわからないと思いますけどね、行くかいっていう言葉がすごく良くて、というのは逆襲のシャアっていう映画があるんですね。で、クエスっていうヒロインがいるんですよ。最初アムロ側についてたんですね。で、ひょんなことからシャアに寝返るわけですよ、もう物語の中盤で。その時にシャアがひょんなことからクエスに行くかいって言ったんですよ。それをあの新宿で俺に言ってくれて、すごい恥ずかしくなったんですこれは、ね、赤っ恥というかね、すごいもう光栄なことだ、ね、俺クエスの気持ちにすごいなったんですよ。それをね、ちょっとあのお話ししたかったなって。分かる人には分かる人には分かっていただけたらそれで十分だよ。なるほど、うん、では続いて、分かった、社長お願いします。まあ、社長やけどもやな、まああのまあ、サイドビジネスで、まあ、ちょっとお笑いもやっとるんやサイドビジネス、うん、道頓堀にな、あの門田という劇場があった頃の話なんやけども、すごいインバウンドのお客さんが来たということで、その日本人ではなく外国人のお客様のためにもどんどん演芸していこうということで、ダイソーお前もやってくれと、何したらいいですかって、アジアに向けてこれ一発カンナムスタイル、オッパカンナムスタイルてんてんてんて、あれをモノマネやれって言うて、頑張って練習してやな、いざやったんや、オッパカンナムスタイル。いざやってみたらな、お客さんエチオピア人しかおらんかったんや。貸してくれ。そういう時用の道具じゃないんだよなるほどね、あんなに表出たら、中国や韓国の人いっぱいおんのにやな、なんでか劇場に入ってきたらエチオピア人しかおらんかったんや、なんでやろなこの勝負、あ、残ったね、こいつの、シャアさんの勝ち。あ、ありがたかった、これは。ニュータイプの諸君は気づいているだろうか、ここテレビ大阪で TVO の冒険というのを、私が YouTube チャンネルをやっている、それを見ていただきたいな、なアムロ。認めたくないものだな、いやそれわしのセリフや。最後は赤いかき氷早食い対決、なるほど、ということで、はい、早く食べきった方が勝ちです。食べきる、よし、ではいきます、よーい、スタート。うわ、あ、頭よりも近くかみ、あ、シャアが早い、うん、あ、シャアの勝ち、あー冷た、いやもうおっさん2人しんどそうやな、あ、うん、ということで3本勝負はシャアさんが優勝です。よし、勝ったぞ、赤は私のものだ。まあ悔しいけどもシャアないな、勝ったんやからなこれな、はい、うん、勝利したシャアさんにはプレゼントがございます。なんだこれは、プレゼントだと、これはちょっと楽しみだな、ちょっと見てみよう、なんだこれ、何これ、レッドカードです、退場です、退場、おかしくないかそれ、優勝してお帰りください。え、社員はもう社員証も置いといて、もう社員証もなんかつけてんのかよくわからんじゃない、もうそれもなんかもう赤が混ざって、もうややこしいわ。え、軍事裁判にかけてやる、
7年後ゼータガンダムで会おう。誰か好きなスタッフおるな。